こんにちは、 N1AT の今川です。今週は各社の特集の第1回目ということで、今川織物の特集をしていただきます。今日は、私自身がよく消費者の方から聞かれる質問でお召しについてをお話しさせていただきます。お召しって言葉にどんなイメージをお持ちですか？ファッションで楽しむ着物っていうぐらいのイメージしかないんですけど。わかりました。お召しって言葉の由来から少しお話しさせていただきます。はい。お召しという言葉の語源は、皆さんもお聞きになられたこともあると思いますけど、徳川11代将軍徳川家斉という方が、愛用して着るようになった、先染めのちりめんというのがお召しの言葉のきっかけになります。徳川将軍が愛用したというところから、フォーマルでもいけるんですよっていうふうな言葉をお聞きになられた方もいらっしゃるかもしれません。でもですね、これから説明していきますけど、お召しっていうのは、特殊な横糸、お召し抜きと呼ばれる横糸を使って織ってる織物なので、一概にお召し抜きを使ってるからフォーマルというわけではありません。どちらかというと、そのシーンに合わせて柄を選んでくださいというのが、お召しのメーカーとしてのお願いです。じゃあね、徳川11代将軍家斉が愛用したことによって、実はお召しの担い手っていうのは、江戸のお金持ちの町人たちになりました。当時ね、テレビもラジオもない時代、徳川将軍っていうと、日本最大のインフルエンサー、なんですよね。ファッションリーダーでもあります。その将軍がお召しを愛用したことによって、お召しを買える裕福な町人たちが真似をして「俺今日お召し着てんねん、将軍様と一緒やねん」っていう形で、お召しをこぞって着るようになります。そういう意味では、お召しの最大の特徴、なぜ僕がファッションウェアだというのかっていうと、お召しの特徴というのは、都会でおしゃれをするために着る着物としての歴史がとても長い着物になります。私が知ってるファッションで楽しんでおしゃれで着る着物っていうのは合ってることは合ってるんですけど、もうちょっとちゃんと歴史的な流れがあったってことですかね。そうですね。なのでどっちかというと、将軍が愛用したということは高級品でもあったので、例えば僕のおばあちゃんの時代なんかですと、家族全員で、繁華街に出かけて今日は外でご飯を食べさせてもらえるっていう時なんかに、お召しの着物を着せて出かけたんですよね、娘たちに。じゃあ次の日学校行くのにお召し着たいって言っても、学校に行ったらあなた一丁羅のお召し汚してくるからダメよっていう形で着せてもらえなかったりした。そういう意味では、昔からお召しご存知の方はお召しのことを憧れの着物なんておっしゃる方もいらっしゃいました。それはやっぱり着るシーンがフォーマルとその日常着の間、フォーマルと日常着の間ということで、お召しというのはやっぱり非常にファッション的な要素、おしゃれな着物を着たいなって憧れの着物としてのデザインとか、風合いとか色っていうのを追求してきたのかなというふうに思います。じゃあちょっと紹介していきます。こちらがお召しの着物を作るのに必須の横糸、お召し抜きと呼ばれる横糸になります。実は横糸なんで、この反物でいうこっち側に横に走っていく糸のことをお召し抜き、絹糸の中で最も糸をねじってる回数の多い糸の一つになります。だいたい僕たちが普段使ってる糸のねじってる回数が少ない一般的な糸で 1m 間に400回から600回。ところがこのお召し抜きと呼ばれる糸、こちらの糸、実は 1m 間に約3000回という年始が入ってます。一般的な糸をこんな風な、横糸とすると、お召し抜きというのは糸を多くねじってますから、こんな風にねじ山がいっぱい、ねじった後の山がいっぱいあるんですね。実はこんな風にねじった糸とねじってない糸、どちらの方が生地が丈夫になるのかっていうと、こちらの糸の方がちぎれないんですよね。実はこの1本の糸の中に蚕の履いた糸っていうのはいっぱい入ってます。ねじってないと畳の上で擦れた時にこの1本ずつがちぎれていってしまいます。そういう意味ではこの何本かを合わせて糸をねじってあげることでお召し抜きというのは丈夫な着物を作ってます。これをさらにアップで描きますと、こんな風になってます。織物っていうのはこの指を縦糸とすると、こう縦糸が開口してこう開いたところのここの開いたところに横糸が通ります。このお召し抜きと呼ばれる糸、横糸なんで、今僕の指、この縦糸の断面図がどうなるのかっていうと、こんな風にあります。この糸がつるんとしてると、着物を着て座った時にお尻の部分に生地のテンションがかかります。その時この縦糸が、ここがツルツルしてると横に滑っちゃうんですよね。ところがこんだけ糸の回数ねじってると表面がザラーっとしてるんで、この横糸があまり動かないんですよね。だから丈夫な、生地を作るためには、糸に年始をかけるということが大事になってきます。このお召し抜きと呼ばれる糸、実は、糸を3000回ねじった後にこのねじねじを止めるために糊をつけてるんですね。なのでお湯につけてやるとこんな風にねじねじが戻っていきます。なんか生き物のように見えますよね。実はこのお召しを使った織物、織物を折ってからお湯の中につけていきます。お湯の中につけるとこの糸がどうなるのか、実は先ほどの糸縮んでいくんです。縮むというのは糸がこうなるんですね。こうなった時にね、この縦糸はどうなるのか、この山の上にきれいに乗るのかって言ったら乗りませんよね。みんなここに糸が落ちてきますよね。こうなるとこの縦糸、横に全く動くことができませんよね。そういう意味ではこのお召し抜きという糸を使って折った織物をお湯の中につけて生地を揉んでやることでお召しは完成するんですけど、そうやった時にお召しの縦糸というのが横に動かなくなる。そういう意味ではこのお召し抜きというこの横糸を使ってあげることによって薄くて丈夫な着物が作ることができる。お召しの着物が一重にいいですよと言われる理由の最大の理由はここになります。薄くて丈夫な着物を作るのに最も適した生地の一つがお召しということになります。こんな風にお湯の中につける前とつけた後で幅が変わっています。でも同時に糊が落ちてるんで風合いも変わってるんですよ。糊が落ちてぐっと上の着物は柔らかくなってます。ちょっと触ってみてください。はい、ザラザラっとして立体感ありますよね。そうですね。はい。じゃあ下の生地触ってみてください。あ、なんかちょっと硬いです。はい。まだ糊がついてるんで生地はこう硬くて着物にするにはちょっと無理じゃないっていうぐらい硬い雰囲気ですよね。はい。全然違いますね。実は同じ折り方で折ってる織物なんですけど、お湯の中につけて生地を揉んで糊を落としてやることでこんな風な風合いになってきます。この時先ほどザラッとしてるっていう風に言いました。このザラッとしてる部分のことをしぼと呼ぶんですけど、このしぼがあるからこそこう着物を着た時に布の面積の全部が体と接さない、こうやって触れた時にデコボコした出っ張りの部分だけが体に触れる。布が全部がくっつくんじゃなくて、こうやって出てる部分だけが皮膚に触れてくる。だから着心地がさらっとしてるんですね。そういう意味ではお召しは軽くて丈夫で、薄くてでさらっとした生地、本当に一重の着物としてよく作られてるなと思います。僕の話を聞いてなるほどって思いの方もいらっしゃると思うんですけど、実は江戸時代にこの技術が出来上がってたっていうことが本当にすごいですよね。実は蚕の糸っていうのは人間が息を吐くように、一番初めは太い糸を吐きながら一番最後の方は細い糸を吐いていきます。そういう意味では蚕の吐いてる糸の1本の太さっていうのはランダムというかムラがあります、ね、そうやってできた糸を、ね、3000回もねじっていくと糸の太い部分と細い部分のあれは細い部分にばっかりよりが入っていくんですね。当然、糸にムラができてしまいます。実はそれが、お召しの最大のウィークポイント。折った時に糸ムラによる折り段ができてしまうんですね。でこれはまあ昔は仕方がないって言われてたんですけど、最近はちょっとそれもなかなか厳しい時代になってきたのかなと思います。ただですね、色ムラができると言っても黒はどんなに濃くしても薄くしても黒のままだし、白はどんなに濃くしても薄くしても白のままということで、お召し抜きは通常の黒と白の2色が作られてます。これで折るとお召し抜きのムラが見えにくい。ただ縦糸を白にして横糸を黒を打つと、このよりムラによる糸の太さのムラが今度反物に見えたりすることが多いです。よくお召しってモノトーンの着物が多いと言われる最大の理由は、お召し抜きというのは通常白と黒の2色しか作られていない。それ以外の色は生産されていなくて、糸屋さんにないのって聞いたところで作ってないと言われてしまうんですよね。ところがですね、ある日僕はふと思って、お召し抜きの糸を捻糸する前に、初めにムラのあるように糸を染めたらどんなお召し抜きができるんだろうという実験をするようになりました。そうしてやれば初めからムラがあるんだから、織物を織った時のムラが分かりにくくなるんじゃないだろうかと思って、ムラのあるお召し抜きを作るようになりました。そうやって研究してきてできてきたのがこういうお召し抜きになります。それ売ってるものじゃなくて、皆川さんが自分でこういうのを作ってくださいって言って作られたんですか？そうですね、はい、実はこのムラ染めの一部の作業は僕がやっております。よく見ていただくと、このブルーの中に濃淡、グリーンの中に濃淡があるのが分かるかなと思います。こちらの若草色の着物になります。お召しになります。こちらもここを見ていただくと、このムラのあるグリーンを使って織ったお召しということが分かっていただけるかなと思います。次はこちらのお召しのこの部分を見ていただいたら、このお召し抜きで織ったことが分かっていただけるかなと思います。全体を見るとそういう段差っていうのが分からないようにできているってことですよね。そうですね、初めからこうムラがあるんで、端から端までこういうムラのある織物としてこういうものを作れば、今まで白っぽい色黒っぽい色しかなかったお召しにも新しい色が作れるかなと思って日々研究しています。今日はなんか一人で喋って超緊張しながら喋ってました。まあ、お召しについて、しっかりと説明させてもらえたかなと思います。まだねちょっと語り足りない部分もあるんですけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。またコメントをいただいたら、はい、私の方からもお召しについての質問でも何でもお答えさせていただこうと思います。なのでコメントの方もよろしくお願いします。あ、もちろんチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今週もありがとうございました。ではまた来週。